さあ今日のテーマはサンタさんにもらって嬉しかったものということで、私は山田でーす。私はゲーム機ですね。ゲーム機をもらって嬉しかった思い出があります。次、こんばんは、ヤブコウタです。僕がもらって嬉しかったのは恐竜戦隊ジューレンジャーの合体おもちゃです。次はこの方。どうも、たゆきやです。僕がサンタさんにもらって嬉しかったものは車のラジコンです。ちょっとさっきゲームって言ってたじゃん。山田が言ったんだもん。変えたの？変えました、ラジコンです。なんだよ。どうぞ。どうも、有岡大樹です。僕がクリスマスプレゼントにもらって嬉しかったものは、お手紙ではカクレンジャーのロボットを書いたんですけど、あまりにも字が汚すぎてサンタさんが読めなかったのか、あゆえお教室というひらがなを学ぶおもちゃが来ました。今となってはいい思い出です。続いて、知念優里です。僕がサンタさんにもらって嬉しかったものは、別荘です。サンタです。八乙女くんにもらって嬉しかったものは、なんかこうキャンプグッズ、焚き火台いただいたのがすごい嬉しかったです。八乙女くん、ありがとう。サンタでした。僕がサンタさんにもらって嬉しかったのは、クラッシュバンディク3です。懐かしい。懐かしい。筆記体の英語の手紙。何？筆記体の？何だっけ？ミュージックステーション、ウルトラスーパーライブ。見てなくてね。八乙女さん、ありがとう。